今までで一番きつかった発掘ってあります？きつかった発掘、うん、そうですね。でもそのこの前行っためちゃめちゃ自転車漕ぐやつが一番だったかもしれないですね。いろんなところ行っていろんなクレイジーな経験してたんですけど、うん、今回のはちょっと群抜いてましたね。本当に？じゃあ今回のアタックも結構前から計画してたんです？いや、それが2週間ぐらい前に行こうって言われて、でなんか自転車積んでいくからみたいな、はあ、みたいな、どこ行くのみたいな、まあなんかここら辺行くって全然知らないところだったんで、はあ、それで、まあ、当日自転車またいで、はい、ちなみにここからどんぐらいなの片道って言ったら、はあ、片道10キロぐらいかな、10キロ10キロ山道みたいな、しんど、まあ、わかんないけど、まあ行くかっつって言ったらもう地獄でした、ね、やばいですね。そう、友達は知ってたんですか、その本当にきついってことは。いや、どうなんですかね、知らなかったんじゃないですかねあ、でもあれなんですか、収穫的には満足いくあれでした？いや、そうですね、僕結構なんか運悪くて、その、まあ、どこ見てるかとか、うん、一番先頭歩いてるかどうかとかいろいろあるんですけど。マジでそんなんで変わっちゃうんだ。変わっちゃいますね、なんかそれでこれめちゃめちゃいいみたいなやつがあんまり見つからなかったんですけど、うん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 、他の人たちは結構いい収穫しててちょっと悔しかったですあ、そうなんだ。一応なんて言うんだろう、その例えば4人で行ってもちょっとお前あまりにも少ないから俺のやるよとかはならないんですか？いや、結構そのめんどくさいお話があるんですけど、おうおうおう、自裁主義、自分で取る主義。うわ、面白い面白い。でやっぱり自分で撮ったやつってすごい格別なんですよ、うん、そうですよね。そのなんか他の人からもらってもいいやつでも、いや、これ俺撮ってないしなみたいな、うん、あんまり愛着が湧かなくて、だからその例えば最初の本当初心者の子とかにこれあげるみたいな感じのはよくあるんですけど、うんうんうん、そのある程度なんかみんな撮れるようになると、はい、あんまりするっちゃするんですけど、うん、いや別にいいかな、いやそれいらないわでも自分で撮ったら大喜びで持って帰るみたいなのが本当結構ありますね。なるほどね、もう自分の獲物だから嬉しいんですよね、それは。そうなんですよ。それが醍醐味なので。そうだよな、だから慣れてきて自負みたいなものがあると、はいはいはい、人からもらってたまるもんかってなりますよね、そりゃ。そうなんですよ、もう意地ですよね確かに自分で撮った方が愛着湧くと思う。そうですね、なんか自分で作った料理が美味しいみたいな感じだと思います。そうですよね、あ、それもそうかもしれん、はい、結構その運 40% ぐらいで、気力 40% ぐらいで、本当技術って 20% ぐらいなんですけど、はあ、すごいな、もうそれはあれ、技術とは言うけど、もう経験則みたいなところも結構ありますよね。いや、経験ほとんどですね。ですよね、そんな本当回数ですね。ああ、回数か、なるほどね。いやー、これ奥深いですね。深いですね。ああ、面白い。待って、なあ、言っていいですか？はい。上が長いとかっこいいんですよ。なるほど。そうそうそう。二画目をめっちゃ上から書くイメージでいくといいですね。はい。はい、ちょっと書いてみましょう。はい、おー、いい。めっちゃいいです、めっちゃいいです。いい感じ。なるほど。そう。なあ、難しいですね。ちょうど6文字でよかったですね、アンモナイトは。そうですね。あ、ちょうど6文字じゃん。今日アンモナイトで喋ってますけど、恐竜かアンモナイトかどっちか選べって言ったらどっちなんですか？はい、あー、でも僕はアンモナイトですかね、多分。そのちっちゃい時は恐竜から入ったので、うんうんうん、知識はそのちっちゃい時はあったんですけど、うん、それこそ子供化石クラブに来てくれる子供たちの方が全然知識あって、うん、勉強しなきゃなっていう。詳しいんだ。もうすごいんですよ、本当に。もうスポンジみたいに知識を吸収していくので、うん、とんでもないですよねとんでもないですよ、びっくりしますよ。確かに、しかもそういうところに来てる子ってもう本当知りたくて楽しくて来てる子じゃないですか。そうですね。そう、だからなんて言うんだろう、こう1教えたらそれをこうきっかけに10知ろうとするじゃないですか。うん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 、本当好きなことを追っかけてる子供って本当成長が早いですね。ああ、そうだよな。私も小学校のその担任してた時にね、ひらがなとかカタカナの勉強ですっごい長い恐竜の名前とかそれこそ言ってる子いました。はい、いやー、言いますよね、多分。そうそうそう。なんとかかんとかかんとかザウルスみたいな。ちっちゃい時の自分の話を聞いてるよ。
そういう授業大好きだったんですよ、なんか。あとなんか漢字、その漢字で知ってる言葉ある人、みたいな、うんうんうん。で、白みたいな漢字が出てきた時に、うん、僕なんか白亜紀って言った気がします。はい、クラスのみんなに惹かれた。惹かれたのこいつ何言ってんの、ほんと、え、すごいってならないんだね。知らないのかな、でも。いやー、知らないんじゃないですかね。そうだね。僕もその時、その言葉だけ知ってて、うんうん、厳密に何なのかもよく分かってなかったので。オタクの皆さんなら通る道なんじゃないですか、これ。そうね。あれちょっと切ないですよね。切ないですね。あれって何？はい。じゃあ、いきましょうかね。はい。最初の脳を二等分する感じでいくといいですね。はい。うわー、美しい。なんか確かにいってこうやって書くなって思いました。僕の最初の字めちゃめちゃまっすぐになってる。アンモナイトのことでぜひ語りたいっていうことあります？語りたい、そうですね。アンモナイト好きな人ってどこが好きとかいろいろあるんですよ。うん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 、うん、そのサイズ感が好きとか、その綺麗なクルクルの感じが好きとか、はいはい、分厚さが好きとか、いろんなのがあるんですけど、多分一番多いのが、うん、光合成が好きっていう。あーめっちゃめっちゃ好き。そうですそうです、光合成最高。あの、なんかその客意志と言われね。あ、そうですそうです、はい、ごめんなさい、説明してください、お願いします。なかなか難しいんですけどね。そのアンモナイトの真ん中でスパンって切ると、今先生が書いてる通り、そのシンプルな構造になるんですけど、はい、殻の外側に近づくにつれて、うんうんうん、うねうねってうねってきて、うん、最終的にその菊の葉っぱみたいな複雑なうねうねの模様が出てくるんですよね、うん、で、まあ、この光合線っていう線が、その大雑把なアンモナイトの種のグループごとで構造が違くて、こういう形だとこれに近い種類みたいのが、うん、まあ、本当プロフェッショナルの人だと大体分かってくるっていう。へー、すごいね。そんな線が本当に美しいんですよね、光合線。もうなんて言うんだろうね、もう本当神秘としか言いようがない。いや、本当にこれが天然の形なんだっていうのが信じられないぐらい美しいですね、光合成は。綺麗。なんか、まあ、なんだろうね、一口にこの菊の葉っぱの形と言っても、すっごい微妙に形とか、なんて言うんだろう、大きさとかさ、全然違うでしょ。はい、全然違います。あー、美しいと思った。私でも美しいと思うんだからね、みんな美しいと思うよ。ぜひなんか今度博物館に行ってアンモナイトとか見る機会があったら、その光合成にちょっと着目して見ていただけると、うん、より一層楽しいかもしれないです。ああ、素晴らしい。最後の最後に素晴らしいプレゼンをしましたね。光合成はちょっと僕も大好きなんで。ああ、よかった。いや、なんだろう、海に住んでる生き物っておもろいですよね。おもろいですよね。ああ、すごい。なんであんな形になったんだろうっていう。なんだっけ、2メートルぐらいいく、ほんとでかいやつもあるって言ってたじゃないですか。はい。だから、あんなのが海になんか泳いでたら、そりゃ、その水圧の問題とか、なんか潰れちゃわないかとかね、いろいろあると思うんですけど、それをね、あんな美しい模様を獲得して、乗り越えようっていう、すごいと思う。すごいですよね。ほんとね、もうね、神秘よ。めっちゃかっこいいよ、アンモナイト。はい。だって私調べるまで光合成のこと知らなかったからさ。うんうんうん。そうだと思いますね。いや、なんかね、こう、カンタさんぐらい、こう、詳しい人とかに、その魅力を聞くとね、あ、そんな面白いところもあるの？みたいなところが聞けて、めちゃくちゃ楽しいですね。うんうん、いい話が聞けた。じゃあ、トーいきますか、ラスト。はい。ほい。まあ、結構、こう、縦長。うん。ちょっと書いてみましょう。はい、おお、上手。バッチリバッチリ。いいじゃないですか。さっきのコツをちょっと意識しつつ、アンモナイトと書いていただけますか。はい。はい。はい、じゃーん。うわー、すごーい。いいじゃない。すごいですね。こんなに変わるんですね。うん、全然違う。すげえ。な、結構苦戦したので、なが結構変わりましたね。ね、変わった変わった。一番練習してたけど、すごーい。いやいや、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうですか、今日書いたり喋ったりしてみましたけど。そうですね、やっぱ字のところはめちゃめちゃ懐かしい感覚で、習字の先生にいろいろ言われながら書いたなと思って。化石のこともたくさん喋れて楽しかったです。あ、本当、よかったよかった。はい、だからまた今度ね、こっからオフシーズンですけどね。
もうたくさん掘り出して、たくさんインスタグラムの方に投稿してきますね。ねえ、またいっぱい更新してほしい。あの、はい、クリーニング作業、あの、見るのめっちゃ面白いから、あれ。概要欄にね、貼っとくので、ぜひ皆さん見てみてください。はい。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日は、カンタさんにアンモナイトについてめっちゃ語ってもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。